ちょっと待ってね。じゃあ歌います。待って、ニックさんミラーボール3つありがとうございます。やばい、増えた ありがとう。待って、今26でプラスニックさんの3つだから29。ありがとうございます。それでは歌います。なんだっけ、何歌うんだっけ。制服だ。制服の羽。制服の羽ない。あった、ありました。びっくりした。焦った。焦らせないでよ。びっくりしたじゃないか。もうとにかく NPP のやつを歌うっていう配信、あと2つ。ラスト NPP。 あるかな。あるよね。なんか、待ってない。飛行機雲ってさ、ひらがなだよね。飛行機、雲だけ漢字だよね。ないんですけど。ない。松任谷由実さんの飛行機雲ならある。空に憧れて怒られる。スーさんミラボール3つありがとうございます。36 ありがとうございます。スーさんありがとう。ない、どうしよう。どうしよう。飛行機雲ないんですけど。アカペラ？あ、アカペラで？全然アカペラ。確かに。じゃあミラーボールの36個分のやつを歌おう。飛行機雲。ないんだ。悲しい。来ます。秋から冬への途中、僕たちは近道したつもりで、未来への曲がり角と優しさを、優しさと風を忘れていたよ。さよならつぶやく君の表情は、日差しが届かず愛はもう枯れてしまった。空に飛行機雲、白くたなびく線よ、誰の思いが残るの。振り向く余裕もないまま、時の飛行機雲、爪を立てたみたいに細く生々しい傷跡、僕はぼんやりと眺めていた。横切るどこかの猫は、僕たちをどんな目で見てるのか。子供に落書きされたアスファルト、思い出をまたいでる。どこかで二人はまた会えるのかな。記憶の街角、人が多すぎるから、愛は飛行機雲、淡い一筆書き、二度と戻れないあの日に、切なく後ろ髪惹かれ、まるで飛行機雲、涙を隠すように遠く右手をかざして、君は悲しみを見送っていた。空
空に飛行機雲白くたなびくせんよ誰の思いが残るの振り向く余裕もないまま愛の飛行機雲後を追いかけるみたいに少し遅れて聞こえた空を飛ぶ音と鳴いた声飛行機雲涙を隠すように遠く右手をかざして君は悲しみを見送っていた。ありがとうございます。これてかイヤホンでやる必要なかったよね。まあいっか。ありがとうございました。これで何個あれできたんだろう。今36持ってて1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22。だからあと14。ありがとう。てかイヤホンでやってる。ありがとうございます。なんか悲しかった。なかった飛行機雲。つらつら。悲しいですよね。じゃあ今15位の人っていますか。今日は1月なんかよくやりますよね。中学校とか高校の先生って。山君さんだ。山君さん今いますか。ここにいてくれてる、うん、すごい音しちゃった。2時間ぐらいぶっ通しで喋ってるからこれなんて読むかわかんないんですよね私。だからちょっと当てれない。山君さん、なんか曲くださいって音したんですけど、公演曲は基本ない。ってことはさ、今度さ、じゃああれしようって、なんだっけ、ドル明けの練習しようって言ってたのにないんですか。つら。あ、そうだ、ドル明け歌えばいいじゃん。でもアイドルの夜明けはなんか1曲が長いので、練習しようって言って、つらっ。なんか歌おう。でもなんかあるっしょ、ドル明けの中にも1曲ぐらい歌おう。スーさん、ミラーボール3つありがとうございます。17。ありがとう。何にしようかな。ドル明けの中にありそうな、ドル明けの中でカラオケの中にありそうな曲でしょ。天国野郎ないかな。ないわ。あとは残念少女。ないわ。ユニット何も練習できない。アイドルの夜明けは1曲が長いので、あ、これあるじゃん。これにします。これ歌って終わろう。じゃあ、ありがとうございました。あと、一応言っときたいんですけど、生誕祭の日にあんまり早くちょっとアンコール発動されると、私顔とかね、ちょっと綺麗にしてから撮ってたいなって思ってるので、思ってるよりもちょっと遅めくらいだと嬉しいなみたいな。まあ、なるべくね、時間内に
あれなんですけど出れるようにはするんですけど、あの本当になるべくちょっとみんなの手が疲れちゃうから、そうそうそう、やっぱ顔綺麗な顔で出たいじゃん、だからそうなるべくみんなの顔、あのみんなの手が疲れるからっていう理由ですよ。ちょっとだけ待ってて、嬉しいなです。ということでこのカラオケ配信もありがとうございました。また明日ちょっと何時に配信できるかがちょっと今分かってないので、もうちょっと待っててほしいなっていう感じなんですけど、とりあえず分かり次第755で朝しますとか夜、あでも多分夜はないと思うんですけど、朝しますとか送りますので、また待っててください。やったとしても午前中朝とかになると思います。待っててください。ということでそれでは最後にランキングを読みたいと思います。もうここはね本当カラオケ配信のパートだけなので全然あれです。ということでランキングいきます。1位スーさんありがとうございます。2位ニックさんありがとうございます。3位サプライズレバーさんありがとうございます。4位にゃこさんありがとうございます。5位コロポックルさんありがとうございます。6位、ランプさんありがとうございます。7位マックミックさんありがとうございます。8位ともゆきさんありがとうございます。9位ネバストッパーと推しの制服の羽でご飯3杯いけるやばいありがとうございます。10位すみちゃんと忘年会中さんありがとう、忘年会もう忘れるのやば早年ありがとうございます。11位こまぎんさんありがとうございます。12位としさんありがとうございます。13位つっちーさんありがとうございます。そして本日のラッキーと88位はともねえさまさんです。ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。これ何のメモなんだろう、思い出したということで皆さんありがとうございました。また明日は多分午前中朝早めに配信するかと思いますので、まあ、違ったらごめんなんだけど、あのなんか程よく配信すると思うので、またその時間に見に来てもらえたら嬉しいなと思います。それでは皆さんありがとうございました。バイバイ、またね、おやすみ、またね、バイバイ。